大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあもう45回目となりましたので、あまり詳しい説明はいらないと思いますが、やっていきましょう。クイーンオブクイーン初代王女決定リーグ戦45回目となりますね。各ブロックずっと戦ってまいりましたが、これが最終戦となります。ただこれで終わらないんですよね。 A ブロックの方はカンドリ忍が現在トップですが、今日ブル中野と戦って、カンドリ忍が勝てばブル中野尾崎真由美ライオネスアスカの決勝リーグ戦が行われるはずです。行われなかったらどうしましょう。ブル中野が勝てばカンドリ忍ブル中野が決勝トーナメント進出が決定。はい、 B ブロック現在リホが35点でトップで、今日長代千草と帰り戦の試合を行いますので、長代千草が勝てばリホと長代千草が決勝トーナメント進出、長代千草が負けるとリホとバイソン木村が決勝トーナメント進出ということで、 B ブロックは今日で恒例で決まるはずですね。はい、で C ブロックの方、豊田真奈美井上京子白井伊代が、3人並んでいる状態、35点で3人並んでるんですけども、井上京子が今日は里村芽衣子と試合をしますので、井上京子が勝てば井上京子だけが決定、白井伊代と豊田真奈美が2番目の椅子を争う、井上京子が負ければ3人で、2つの椅子を争うということになりますね。こちらもだから今日勝っても負けてもすんなりとは決まらない。はい、 D ブロック現在ダイナマイト関西と浜田彩子が35点トップで、北斗晶と飛鳥がこれを追いますが、北斗晶飛鳥の2名両方がどちらかが勝つことになると5点をゲットして3人で2つの席を争いますが、今日の試合北斗晶と飛鳥が、どちらかが勝つ以外の決着、リングアウト勝ちもしくは時間切れ引き分けとなった場合、ダイナマイト関西浜田彩子で決定ということで、今日の試合がかなり重要ということですね。まあ試合を追っかけながらやっていきましょう。では本日の第1試合 A ブロックブル中野対カンドリ忍の試合からお届けします。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、今回は女子レスラー40名を一堂に会して、4つのブロックに分けて、各ブロックで総当たり戦で上位2名が決勝トーナメントに進出し、その決勝トーナメントで優勝したレスラーが初代クイーンオブクイーンのベルトを巻くということで、基本試合ルールは、基本ノーマルルールの30分1本勝負5点方式で、勝てば5点、負ければ0点、引き分けで2点、リングアウト勝ちの場合だけ4点ということでやっております。45回、まあまあちょうどもう1ヶ月半ぐらいかけてやってきましたが、いよいよ本当に、終着点が見えてまいりましたね。といってもまあ今回45回目やって残り試合数をちょっと考えますけども、46回やってで47、48ぐらいまで行きそうですね。決勝トーナメントを2回に分けたとして、48か、まあ、ここまでもつれるとは誰が予想したでしょうかね。まあ残念ながらスターダムダウンロードコンテンツの10名が、この決勝トーナメントに誰一人残らなかったということで、まあ、これはね、どうというか複雑な感じもするのは、まあ、今回40名の女子レスラーを、まあ、エディットするというか準備するということだったので、スターダムダウンロードコンテンツの第1弾の方ですよね。10名のレスラーを、そのまま入れてエディットポイントだけ160に統一するのさえそれはまあいいやということでやったんですけど、ここまで差が出るとはね。で、まあ、これでねスターダムのレスラーがちょっと弱いというわけではなく、そのエディットしてるその内容について、
まくいってないところがあるということと考えると、私のこのエディットしているファイプラーとしてのレスラーをまあ作る、ある程度ある程度というかやっぱり強く作る、それっぽく作るっていうのが評価されているということでもあるのかなと、ちょっと複雑な気持ちだなとは思いますね。まあ申し上げてたようにこの企画が終わったら、次は外国人レスラー最強です、外国人最強レスラー決定戦という企画を行う予定にしておりますので、まあ、その間にちょっとね女子を見直すというようなことでスパイクジュンソフトが、ダウンロードコンテンツで、出したって言っておかしいかな、発売したレスラーたちのエディットのもう一回見直しはね、やりたいと思います。まあ、そこでやって、その G 企画やってる間に女子のレスラーをまた何名か作って、あとあれですもんね、あれ言ったらダメですね、11名増えるんですよね女子レスラーね。ダウンロードコンテンツ第2弾が、発売されると、スターダムダウンロードコンテンツのねということなので、まあ、それも踏まえて、タッグマッチのベルトも今度女子はやろうかなというような、あとデスマッチの企画も皆さんというかそういうコメントをいただいてましたね。女子のデスマッチもやっていいじゃないですかっていう、なんかコメントがあったような気がしますので、またそれも考えていきたいと思いますのでね。さあというわけで試合の方に集中していきましょう。試合時間は8分経過。さあどうだ、神取忍がここで、勝てばブル中野が、神取忍が勝てば、ブル中野がもう一度戦わないといけないという状況ですね。三つどもえになる。ブル中野が勝てばもうあっさり決まるという。さあカウント 2.9 まで来てる。あ、神取忍の神取忍が腕を攻めていく。またでも腕はそんなに伸びている状況ではないですが、これがチリツモ溜まっていって、ブル中野の攻撃力が落ちてしまうということは当然カンドリの方が有利という状況で、カンドリ忍はこの脇固め腕しぎ、腕を取るだけではなくスリーカウントを取ることもできるというのが、一応今回うまくエディットできたとは思うんですけどね、それがどこまで発揮できるか。しかしレスラーに対する思い入れに関してはブル中野もう僕は負けてませんからね、そういう意味ではということなんですけども、さあこれはどうだ、まだブル中野でも大丈夫で、ブル中野はここまでダイビングギロチンドロップで、何人も沈めてきましたから、これが出ればというところですよね。ローリングダイビング、じゃあローリングギロチンドロップという荒技もあります。なのでコーナー付近で戦えばブル中野の方が、おお、さて始めにランニングしてのギロチンドロップを見せてから、そのままあーいいですね、リバース垂直落下 DDT。 さあカンドリシノブがこれでダメージをちょっと食らったか、タイガードライバーを決めていく。どうだ、ブル中野返せるか、決まるか、うおー、まだ返した。さあこっからが勝負ですね。ブル中野これはちょっと苦しい展開、なんとかこれを耐え切ってギロチンドロップにつなぐことができるか。ポジションに、ああこれは場所悪くないですね、いいですね。このコーナー付近で戦えばブル中野の方が多少有利と思われますが、カウント 2.9。 さあ神取忍もさあ苦しい状態、ああ今の一回変化、クソ、パワーボム、ああ脇固め返される、パワーボムホイップでダメージを与えてギロチンドロップというフィニッシュがちょっと見えたんですけども、さあブル中野ちょっと腕が伸びましたね、これで、おお、ハンマーパンチ、さあギロチンドロップが出るぞ、生徒、あ、外れた、今のは距離を見誤ったか、これは痛い、ブルさんは失敗、そこにすかさず脇固め、これはブル中野このままでは終われない、まずいこれは。さあ苦しい状態でブルズポセイドン、さあどうする、これはこのままサソリに行った、どうだ、これで決まるか、
決まった。よし。いやー、なるほど。ここに来てブル中野がなんとか女帝としてのメンツを保ったというか、ということですね。試合時間15分1秒、スコーピオンデスロック、あのブル中野がキロチンドロップを失敗した時にもう顔面蒼白になりなるような展開でしたが、見事勝利ですね。試合時間15分1秒スコーピオンデスロックでブル中野がカンドリシノブからギブアップを奪った試合でした。はい、もうこれでいけたことにしましょう。でこれでさ、また後で言いますけども、カンドリシノブとブル中野に決定ですね。尾崎真由美とライオネス飛鳥は惜しくも一歩手が届かずというところでしたのはずです。さあ次に行きましょう。はい、というわけで本日の2試合目 B ブロックの方は長与千草対カイリセインということですね。長与千草が現在30点、カイリセインが20点ということで、長与千草がこれで勝てば長与千草は決勝トーナメント進出決定となります。負けるとリホとバイソン木村が決勝トーナメント進出、つまりリホはもう決定なんですけど、バイソン木村が、決勝トーナメントに行けるか、長与千草が決勝トーナメントに行くか、これを決める戦いということになりますね。では行きましょう。本日の2試合目、試合開始です。ファイト。まあ本当に今回、まあいつもはね、なんていうんですか、これまではこのリーグ戦をやるという時のその試合の進め方を、最初に一番最初に試合が始まる前に決めていた、という決めて全部日程を組んでやるという方式をしていたんですけども、まあ、だから実際のプロレス団体と同じような、どこどこの会場ではこの試合をやりますとかっていうような、何月何日にはみたいなもんですよね、にしてたんですけども、その後コンピューターの指示というか、コンピューターが消化する何点とは関係ないんですよね。試合数が公平になるようにずっと消化していくっていうのに従ってやってた時期がその次にあるんですね。で今回は、その点数を見ながら、こっちの方がいいんじゃないとか、コンピューターには従わないで、試合数が大体同じぐらいになるように、ばらけさすというようなことをやって、今回最後の最後までもつれると。ただでもね、どうなんでしょうね、そのまあ、これはもう愚痴みたいなもんですけども、まあ、以前視聴者の方にも指摘いただきましたけども、やっぱりこの YouTube の動画で、続きもの、しかもこの40何回もやるような、連続ものっていうのはあんまりこう見られない。僕の中ではこう続くドラマ性がある、ドラマ性さえあれば続いても見ていただけるのかなと思ってたんですけど、視聴回数だけとか見るとやっぱりそんなことはないですね。完全にやっぱり目新しいものの方が、見れるかなというのはなんとなく感じるというか、まあ、これもやって勉強して分かるというようなところですかね。もちろんその、なんですか、好きな方というか、毎回コメントをいただくような方はきちんと全部見ていただけてると思うんですけどね。まあそれも毎日、1時間とは言わなくても、今回の企画はだいたい40分ぐらいの動画、1試合10分ぐらいでやって40分、終盤、今回の企画の終盤の方は点数争いが今どうなってます、ああなってますとかっていう、解説をちょっと入れるようになったんで長くなったりしてますけどね。まあ、それでも毎日40分から、あともう一個別企画もあったりしたんで1時間近くお付き合いいただいてるということが、そりゃ無理やろうなとちょっと思ったりしますからね。たまにねコメントいただいて、すいません仕事で、ちょっと何日か見れなかったんで今貯めて全部まとめて見てますとかっていう方がおられると、本当になんか、いやそこまでして見なくてもいいのにっていうか、そういうことを言っちゃいけないんですかね。申し訳ない気もなんかするんですけどね。もうちょっと短い方がいいのかなと思ったりしますけど、それはそれでもう多分もうこういう
体になるというか物足らなくなるんでしょうね。以前からまあ申し上げているように私はあの YouTube をよく見ますけども、短い動画はあんまり見る気しないんですよね最近ね。5分ぐらいの動画とかあって、別にそれをが人気が出るかどうかは別として、僕はあんまり見ない。8時間ぐらいの動画とかたまに見つかったらやったーとかと思う方ですからね。まあ多分感覚はずれているんでしょうね私の場合はね。ただまああの今回の場合はそれでも意外とたくさん見ていただいている方なのかな。まあ動画の視聴回数っていうのがね出るんですけども、それが以前に比べると減ってはいるんですよ。ただここはいつもわからないのがチャンネル登録者数は増えてるんですよね。ちょっとですけどね。まあまあ今回の場合はそれでも最後までこうやって、もつれ込む状況にできたのがちょっと面白かったかなと。で次回もね外国人 G シリーズの方についても、それができるようにやっています。まあ、それで視聴回数が出るかどうかはね別として、僕が見てるのはそれが一番楽しいと思うんです。さあというわけでもう試合の方に集中してまいりましょう。さあ長吉草が帰りセインから、帰りセインがね 20.4 勝なので、まあまあ中盤ぐらいと言ったんですかね。ああ今のはいいですね。エルボーを回避してから、その痛めた腕を脇固めで攻めていく理にかなった攻撃。ただ20.4勝ということは、帰り戦はこれを勝てば、勝ち越しか。帰り戦にも負けられない理由、ドラマがここにあるわけですね。さあバイソン木村が33点。これもね2回引き分けじゃないや、リングアウト勝ちをしてるんですよバイソン木村って。なのでこのバイソン木村も2回引き分けをしていなかったら、このリが両方とも4点では、引き分けじゃないリングアウト勝ち、これが両方とも通常の勝利で5点、つまり2回のリングアウト勝ちなので2点損をしているという言い方ができるわけですよね。これをしていなかったらっていうたらればが出てくるのがまた面白いところですね。さあ帰り戦がまあなかなか粘りますよね。でエルボーを決める、今度は決まった。さあ長吉草大丈夫か。デスパレーボムで持っていく、クラッシュギャルズの相棒であったライオネスアスカは、残念ながら先ほど、ブル中野が勝ったことで、決勝トーナメント進出はなくなりました。となるとこの長吉草がライオネスアスカの分も背負って決勝トーナメントに進出、そして優勝をというような、一応ストーリーが描けますよね。まあ戦ってほしかった気もしますけどね、それはそれで面白いですよね。さあチョップで、ただ帰り戦もちょっとスタミナ切れか追撃に行けない状態。おお打撃で持っていく、でドラゴンスリーパー、これはブレイクない、ギブアップを迫りますがなんとか耐える。さあチョップがかなり出てますね。おエルボーを見せるけどもいかない。いや長吉草もなかなか起き上がれない状態。さあここで試合時間が15分経過、折り返し地点でかなり消耗している状態。さあこうなると3カウントよりもギブアップの方がということなんで、おおスピアが決まる。これはカイリー・セインが終盤によく見せる技ですよね。さあそこからカバーどうだ、いきなり決まるか。うおー長吉草なんとか耐えた、かなり苦しい状況。さあ今度は長吉草が、いや逆に再びこれが突き刺さる、でカバーでどうだこれは、うおー返したさあ丸め込まれてピンチとなってるのは長吉草なのか、2回
丸め込んでも2回カバー行っても返される、返りセインの方がもう後がない状況なのか。スライディング D を決めましたが長与千草カバーに行かせない。さあ受けて勝つのが長与千草なのか、攻めて勝つのが返りセインなのか。場外、あでも返りセインすぐ立ち上がりましたね。場外で休むほどということはない。ここでどうだ、これは決まったか。いやー返りセインも返す。今のあのなんとかっていうやつですね。これで何回か勝ってますよね長与千草がね。さあこれはどうだから再び丸め込んでいく。しかしリングの下の方阿部城がいくらく、決まってしまった。いやー長与千草最後に落とした。今のは耐えたと思ったけどな。いやー最後はこれはあの仕方がないかね。いやーなんであそこのリングの一番下やったら、しょうがない。試合時間18分4秒、ファイブスタークラッチにより返り戦が長与千草から3カウントを奪った試合でした。いやー返り戦がここで逆襲、そして、長与千草がこれで負けたことにより B ブロックの決勝進出はリホとバイソン木村に決定のはずです。全試合終わってから追いかけましょうね。では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の3試合目ですね、井上京子対里村芽衣子の試合です。井上京子が現在35点で、里村芽衣子が20点で、井上京子がこれ勝てば決勝トーナメント進出が決定、負けても決勝トーナメントの可能性はあるんですけども、3人で2つの席を争うということになりますので、どっちにしろここは2人がすんなり決まらないということになりますが、さてどうなりますやら。試合開始です。ファイごめんなさい。そう考えたらでもやっぱりすごいですよね。前回も前々回も多分何回も言ってると思うんですけど、これで豊田、真奈美、白井陽が決勝トーナメントに行くとすると、井上京子はここまで、1回しか負けていないのに、それを奪われてしまう。まあでも豊田、真奈美も結局7勝2敗白井陽も7勝2敗ですからね。でもそう考えたらあれですね、返り戦は結局決勝トーナメントに行けませんでしたが、最後見事長与千草を破って、爪痕を残しました。で C ブロックこの白井陽が今決勝トーナメントに行けるかどうかの瀬戸際、そして、次の D ブロック北斗晶と飛鳥が戦いますから、飛鳥がもし勝てば決勝トーナメントの道が開ける可能性が出るということで、海外に WWE に行って成功しているこの3人が、まあ、一応成功してると言っていいんですよね、3人が見事残ると。難しいですよね。でもね、全盛期で言えばとかっていうのもありますし、まあね、これはいつも言うように、おお早くも分回していきますね。いきなりパワーを見せつけていきますね。まあね、あの強さの調整だけはもう難しいということで、まあどうしようもない難しいです。もうしょうがないといえばしょうがないんですけども、なんとかしたいなというのがないわけでもないというところはありますけども、まあでもファイプロ作ってる本家本元がコントロールできない部分であればね、僕なんかにはもうどうしようもないかなということですか。あまり気にせずに、気にしないようにしようという気にしていると、言えば言うほど気にしているということなんですね。はい、というわけでもうさっさと試合の方に集中していきましょう。さあ里村芽衣子、もうだからね、なんかさっきのね
長与千草対海里繊維と同じように井上京子、里村芽衣子も里村芽衣子もこの20点で終わるようなレスラーではないというような流れからいくと井上京子を食ってしまうんじゃなかろうかというようなことを思うストーリーを思い浮かべて勝手にしまうんですけども、まさかそこまでねこの何て言うんですか補正がかかっているとは思いませんからね。コンピューターをコンピューターのプログラムをされている方は、100% ランダムだと言われるようなことでも、遊んでいる側の人間からすると、これお前プログラム、そんなプログラムはされてるだろうっていうような、ことってゲームやってるとたまにありますよね。なんかね昔ねサックスゴロクのゲームをやってたことがあったんですよ。でそのスゴロクのゲームでコンピューターと戦うっていう、ただ単にねそれだけの遊びをやってたんですけども、明らかにこっち側が有利で、あともうサイコロをあと何回か振ればもうこっちの勝ちというような、ゲーム展開だったのが、コンピューターのレベルがそんなに高いわけでもないのに、サイコロでそのドンピシャの数字を出したんですよね。でそれで僕が逆転負けをするというような、ことがあったんですね。その時にその瞬間に結局はお前らプログラマーのやりたいようにやりやがってみたいなことを思ったことがすごくありますね。まあその真相は結局わからないだけで、本当にそれも偶然なのかもしれないですけど、そのシーンが、そのシーンを見た時に、そういうシーンが生まれた時に、すごくこうなんかそのゲームはもう二度としないって思ったことがありましたね。もうなんていうゲームかすら忘れてしまいました。まあそれもね、だから人間対コンピューターでやってるとそれがあるんですけど、コンピューター同士だったらそれはもうないんかなと思ってたんですけど、こうやってファイプロを見てると、いややっぱりあるのかなと思うようなことになるんですかね。まあまあそんなことをくっちゃべってんと試合の方に集中した方が良さそうな気がしますね。さあここで腕を取った里村芽衣子、まだそれほどのダメージではないでしょうが、これが重なっていくと井上京子の腕が、おおいいですね。先ほどから井上京子が、井上京子は井上京子のパワーサッポーを見せつけているというところ。さあして、おおフロントキック。さあまだどちらが有利と言える状況ではないですが、やや井上京子がペースを握っているという状態で試合時間が11分経過。打撃合戦、エルボー合戦。里村芽衣子がニールキックで、これは打ち勝ったが、いやラリアットです。井上京子が勝る。この辺も何かあるの。モーさんがよう出てますよね。カウント 2.9 ではありますが、これが小気味よく、うわーか、さあロープから飛んで帰ってきた里村をパワーボムで投げ捨てて、バックは取らずに、これはラリアットがそろそろ出るから、ラリアット、里村芽衣子それをなんとかかわしましたね。今これはまずいという、しかも後頭部でしたからね、今ね当たれば。さあ井上京子がフラフラ状態、里村芽衣子は間に合わない。ラリアットで頭つかみ、ラリアットからのキャメルクラッチ、拷問キャメルクラッチ。さあこれでスタミナを削ること、ああノーザンキックを出るな。これはカウント 2.9 でなんとか返す。ただこれがあんまりにも決まりすぎると、おこれはそのまま回していく。今落とすかなと思ったんですけどね。だからそろそろこれが、ネタ振りとなって決まるか。ナイアガラドライバーが決まればというところ、ああでもこれもですから腕を取っていく。今ちょっと長い時間決まって、さあフロントヘッドロックから、おお逆指固め、この辺は手堅く引くか。なんとか耐えた里村がデスパレーボムを再び、さあカバーに行く、どうだ、おおカウントに2.9。
さあ井上京子、これで勝ってすっきり決勝トーナメント進出を決めたいところ。こういう時あれですね、あーライリアット、今度は決まった、今度は決まった、どうだ里村、ここ返せるか、うわーまだ粘る。さあこれは井上京子が押せ押せになってきたか、里村芽衣子もなんとかしがみつくというようなイメージ。さあここはエルボーに決めていく、連続でいくか、気合を入れてもう一発いくか、いやカバーにいくか、そのままバックを取って投げ捨てる、これはブレイクになる。ただ完全に井上京子ペースと思った瞬間に里村芽衣子がブラジリアンハイキック。さあこのバックを取る、これを返して再びジャーマン、今度は投げっぱなし。さあ井上京子がすぐに起き上がってカバー、カウントが入る、どうだこれは決まるか、うわー里村芽衣子も返す。いやーここで大技に来た、何でしたっけこれ、いつものあれですね、分からなくなりました。さあ決まるか、うわー決まった、よっしゃー。あーこっちは井上京子が、一敗を守ってですね、これでということは唯一か40点いったんがね、バーニングハンマーでしたね、失礼しました。試合時間17分24秒、バーニングハンマーからの背面式片指固めで井上京子が里村芽衣子から見事スリーカウントを奪った試合でした。これで井上京子が一人抜きに出て決勝トーナメント進出が決定で、白井伊代と豊田真奈美が35点で並んで、決勝トーナメントもう一つの椅子を争うということになりますね。ここもだからすんなりとは決まらずですかね。はい、というわけで最後もう一試合いきましょう。はい、というわけで本日の4試合目、最後の試合にしましょうね。北斗晶対飛鳥ということで、北斗晶が現在30点、飛鳥も30点同士ですね。大丈夫やな、30点同士、はい OK、 いきましょう。ではいきます、試合開始です。ファイト。さあこれは注目の試合、今回このデイブロックに関しては北斗晶がずっと調子よく勝っていたんですけども、ちょろちょろと負け始めた頃に他のレスラーがグイグイ上がってきて並ばれるというような展開だったと思います。特にダイナマイト関西はそれほどなんか大勝ちしてるようなイメージがなかったんですけども、いつの間にやらここに、現在35点でトップということですね。なので北斗晶としては、勝ってなんとか決勝トーナメントへの切符を手に入れたい。アスカもでもね強いですよね。うりゃ。で、まあこれは絶対ではないんですけども、やはり、今回のエントリーされてるレスラーの中で、この北斗晶は流血をさせることができるレスラーの一人ですから、そういう意味では、流血かな、流血狂気攻撃とかの流血ではないですよね。顔面パンチとかああいうかなり出る確率の低い技での流血なので、そういう意味では偶然が重なると厳しいというところで、アスカのフィニッシュムーブはアスカロック、バックに回ってからの同締めチキンウィングフェイスロックですので、そういう意味では手堅いのもアスカの方かもしれないですね。ノーザンライトボムなどの一発でいうと北斗晶の方が、強い、勝てる可能性が高いけども、手堅くっていう意味で言うとアスカの方が、実はアスカの方が手堅い。そう考えるとな、難しい、読みにくいなこれは。さあでもねこれはちょっとね、帰り戦じゃない、アスカの方が有利なような気がするんですよね。北斗晶ハマれば強いけどもっていうようなことになりそう。あーでもいいパンチが決まってますね。アスカも負けていない。あー今
投げようとしたところを同時面スリーパーで返し技ですね。試合時間5分、このパンチが当たってますね。ただこれ当てるだけじゃ多分ダメなんですよね。流血できたら一番いいんでしょうね多分ね。さあパイルドライバーが決まってくる中技、さあこれが決まり出すということは北斗晶の方がペースを握ったかと思いきや、次にすぐ腕しぎ、ああいいですね。このパイルドライバーという技はね、パラメーターが両方の馬力、主攻撃も、副攻撃も馬力なんで、これがね決まると頭部への一点集中ダメージと、ダメージを与えやすい パラメーターでいうところのダメージが与えやすい技になるんですね。揃ってるから馬力馬力なんでね。いや、これが馬力と瞬発力とかになる、ツームストンパイルドライバーとかは多分馬力瞬発力になるので、ダメージがこう安定しない力がしな、ばらけやすいんですよね。2つパラメーターを上げとかないと、ダメージを、高いダメージを与えれない。おー、です、ドクターボム、おー、これはカウント 2.9 までいった。さあ先にペースを握ったのはこれは北斗晶の方なのでしょう。ただファイプロの場合、ファイプロあるあるとしてあるのは、先にペースを握った方が逆転されやすいという展開も何度も目にしてますので、そのまま攻め続けることができるかどうかですね。これ一度ひっくり返されるとアスカの方がひっくり返して逆転勝利ということになりかねません。さあもうこれ両方とも負けられない。これで勝ったとしてもまだ決勝トーナメントの進出は、決まるわけじゃないので、その辺が難しいところですね。さあ徐々に北斗晶の腕を捉えるアスカ、ただでもまだこれうんぐらいだとそれほどでもないか。さあハイキックから、おお、これはテイクドロップキックかな。さらに腕を取っていく、オモプラッタ式でしたっけねこれ、はい。さあ徐々にアスカのペースになってきたか。北斗晶この防戦一方のこの空気、嫌な流れをなんとか変えたいところですが、さあアスカロックがついに出た。10分経過の声とともにまだギブアップは取れない。しかしこれが出てきたということは北斗晶としては苦しい展開。さあここで、ああ北斗晶もそういえばこういう技がありましたね。ギブアップを取れる技はいくつかあるはずです。さあお互い我慢比べとなるのか、先に全ての技を出し切るのはどっちか。北斗晶には当然ノーザンライトボムがあります。これが出ると一気にひっくり返される可能性はあります。もちろんクリティカルもあるしというところですね。アスカが手堅くいくのか、北斗晶が一発かけていくのか、不発に終わるか、さあどっちだ。打撃合戦は北斗晶が勝利。さあここで追撃に行けるか、サソリ固めに行く。さあ腕のダメージがどうなってるかですね。さあバズソンキックからの、これは腕を取りに行くのではなかろうか、飛びついた。さあじわじわと腕に的を絞って、北斗晶の腕がという前にパンチが入る。弓を引くストレートから、おお、北斗晶の腕を取っていく。腕のダメージだけでいうと北斗晶の方が先に痛めつけられている状態になっているとは思いますが、北斗晶もこれでギブアップが奪えるということですね。さあバックを取ってアスカロックが出る。まだ大丈夫だとは思うんですけども、じわじわとこれで気力体力が奪われていく状態。さあバックを取って、うーん、粘っこい。この辺はアスカの脅威のじわじわとした攻め、これを北斗晶が一発で返せるか。さあ、いやー、腕を取っていく。これは北斗晶がアスカのテーブルに乗って、それでも
勝てるんだというようなところなんでしょうかね。さあバスをキック、これは再びコーナーからテイクドロップキックでしょうね。多分これは途中で体が横を向くということは、さあどうだ、これ返せるか、おお返した。さあ試合時間が15分経過ということで、もういつ決まってもおかしくない状況のはず。スピンキックが入る。さあ北斗晶がペースを握り返せないまま終わるのか。カウントリーディンキュー、うわー、デスバレーボムがここで決まる。さあそのままギブアップを狙いに行く。どうだ、アスカ粘る。うわー、そうか、こういう、これはこういうフィニッシュムーブになってるのか。さあパンチに行く。ここで北斗晶が追撃にいけない、ない、逆に返される。今のが運命の分かれ道か。さあアスカが立たせて、アスカロックを狙うでしょう。それを脇固めで返していく。さあ腕を取っていたのはアスカのはずでしたが、徐々にお互い同じぐらいのダメージになってきたか。アスカロックがここで決まる。これはブレイクになるか、ブレイクになるか、どうなる。ブレイクになった。さあバズソキック連発、かつての師匠と言ってもいい田尻直伝のバズソーキックから腕ひしぎに取っていく。どうだ、あー決まった北斗晶ここに沈む。アスカが勝ったか。いやなるほど、試合時間17分43秒、飛びつき腕ひしぎ逆十字固めで飛鳥が北斗晶からギブアップを奪った試合でした。いやーお見事、飛鳥はこれで、まだ決まりではないですけども決勝トーナメント進出の可能性を残したということですね。で北斗晶はここまでトップを走ってたんですけども、ここに来て、ということで試合評価は 91% でした。さあちょっともう何を言ってるかわからなくなってきましたけども、この後の画面がどうなってるかですね。はい、こうなります。ちょっとここで怖いですけどもセーブをしておきましょう。まず A ブロックの方については、今日ブル中野が勝ちましたので、あれ、あーなるほど、ブル中野とカンドリシロブがどっちが1位かっていうのを白黒はっきりさせとくっていうのが行われるんですね。はあなるほどね。で B ブロック、これもこれはですね、あれ、あ C ブロックや、そうか、えちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ランキング表を見て、B ブロックはリホとバイソン木村で決まったから別に何もないですね。あ、よかったよかった。で C ブロックが井上京子が今日勝ちましたので、白井伊代と豊田真奈美が、どっちが決勝トーナメントに行くかどうかをこれではっきりさせる。で D ブロック、この3人ですよね。ちょっと待ってくださいよ、これ1試合でしょ、で2試合でしょ、ほんでこれが多分2試合ぐらい、3全部やったとして3の26の3試合、全部だから5試合ですね。1試合2試合、ここで3試合、やって全部で5345ですかね。5試合やらないと一応次に進めないはずですので、今回この45回目はこれで終わりにさせていただいて、次回46回目でこの決勝トーナメント進出を決めるリーグ戦を行っていきたいと思います。はい、ちょっと僕もよく分かってなくなってきましたが、一応これ見ときましょうかね。ランキング表見ながら本日の試合を振り返っておきましょう。本日の A ブロック第1試合はブル中野が勝ってカンドリ忍と並んで2人が決勝進出、ただどっちが1位かを決めるためのリーグ戦を行うということですね。 B ブロックの方は、カイリセインが勝って長与千草が残念ながら決勝トーナメント進出ならずですね。で C ブロックは井上京子が勝ったんですけども、井上京子は決定、豊田真奈美と白井伊代が決勝トーナメント進出のかけて戦う
って D ブロック、本日アスカが勝ってダイナマイト関西アスカ浜田彩子、この3名で決勝トーナメント進出をの2つの椅子をかけて戦うと。北斗晶は残念ながら、ずっとトップを走っていたのに負けちゃったと。岩谷真由も一歩届かずというところですかね。はあ、大興奮ということになりました。こうなるんですね。さあ、というわけで今回はこの辺で終わりにしておきましょう。次回またお楽しみにということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。